ハイマン G リッコーバーはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の22番艦。艦名は原子力潜水艦の開発、配備を推進した原子力海軍の父ことハイマン G リッコーバー、提督にちなむ。本艦はロサンゼルス級の中で唯一都市名が命名されなかった。ハイマン G リッコーバーの建造は1973年12月10日に、 コネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され、1981年7月24日に寄港した。1983年8月27日にエレノアアンベドノーイッツリッコーバーによって命名浸水し、1984年7月21日に艦長フレデリック・スプリッテンバーグ大佐の指揮下収益した。収益後、 館内には、ロナルド・ W ・ベルの八行詩、リッコーバー・提督が刻まれた記念銘板が飾られた。アメリカ海軍では、伝統的に存命中の人物名を命名することは稀であったが、最近ではその数が急増している。春工が近づいた1984年1月に、最初の兵員配置を完了し、3月10日に最初の原子炉の臨海を達成した。 艦は4月に停泊し、リブアイステーキ、ベークドポテト、軸付きトウモロコシが記念メニューとして上院に提供された。上院は4月23日に艦に乗り組んだ。ハイマンジー立候コは1984年4月24日に任務を開始し、最初の会場公務は1984年5月16日に海軍原子力推進委員会委員長のキナヤード。 アール・マッキー提督が上官の下始められた。公やは、エレクトリックボートで建造された688型、ロサンゼルス級のうちの最短時間で完了した。マッキー提督は下官の際、素晴らしい活動を行った乗組員たちに、大使参事を述べた。ハイマン G 立ーバーは7月21日の12時8分に、大西洋艦隊潜水艦部隊司令官、 バーナードへ向こうでアラー中将により正式に収益した。収益式典はコネチカット州クロトンのニューロンドン海軍潜水艦基地で大雨の中取り行われたが、チャールズ・イ、e ・ベネット海議員の到着が遅れたため1時間遅れで行われた。立候場は2006年12月14日に不活性化作業が始められ、1年に及ぶ作業後、 メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所に輸送された。ありがとうございます。